スナフキンズ浅地です。お願いします。僕が紹介するのはこちらグローブですね。はい、今僕はですね、上方本気キーズという芸人だけの草野球チームに今ちょっと入ってまして、でそちらの方でこのグローブを今使っています。このグローブ自体は高校1年生の時から使ってるグローブです。だからね、13年ぐらいも使ってるグローブなんで、もうかなりねこの使い古されたと言いますかね。で普段はですね、こういうねこの守備手っていう守備用の手袋をこうつけて、これつけて、でこうやってはめてでね、ボールこうねで使ってます。13年ぐらい使ってますから、もう見てください、このね、これもともとねこの茶色いグローブなんですけど、もうね中ももうここら辺は剥げてますしね、ここはもう真っ黒になってますね。実はですね、新しいグローブも買ってあります。こちらちょっとね、まだ新品なんでちょっともう硬いんですけどね、まだね。これも同じ内野手用でね、はい、こちらローリングスのグローブでございます。アメリカの限定版の作りらしいんですけどね、このポケットの作りとかが結構いいやつらしくて、はい、で今後はちょっとこっちに乗り換えようかなと思っております。ちょっと席外してもらえる？ごめん。いや、じゃあね、いや、ごめん、じゃあ、なんかボロいみたいな感じで、いや、言ったけど、いや、そういうことじゃない、そういうつもりじゃなくて、その、味があるっていうことを言ったかっただけやから、そういうつもりじゃなくて、ごめん、いや、そうやね、いや、お前との方が絶対長いし、13年一緒におるから、ハゲてるとか言って、もう、ごめん、それはほんまにごめん、言い方が悪かった。味があるって言うつもりで、言っただけやから、ほんまに、ほんまに。いや、乗り換えるっていうのもちゃうな。そんな、そういう言い方したらあかんよな。ごめん。いや、違うね。いや、大丈夫。その、捨てるわけないやん、そんな。捨てるわけないから。捨てられると思った。捨てられると思った。捨てるわけないやん。捨てるわけないからな。大丈夫やから。新しい人と一緒にうまくやっていける？大丈夫か？新しい人連れ戻してきていいか？これからもこの道具、このグローブ2つと一緒に頑張っていきたいと思います。皆さん、道具は大事にしましょう。どうもありがとうございました。いや、違うね、ごめん、じゃあ、なんかボロいみたいな感じで、いや、言ったけど、いや、そういうことじゃない、そういうつもりじゃなくて、その、味があるっていうことを言ったかったわけやから、そういうつもりじゃなくて、